はー、英語でこんばんは、はるきです。今回はエボリューションおすすめ強化選手を紹介していきたいなと思います。今回対象とするエボリューションはですね、センチュリオンズ攻守両用ミッドフィルダーになります。まあボックスとボックスですね。で、一応こちらはですね、15万コイン、もしくは2000FC ポイントを使わないと、まあ、できない、エボリューションになってます。まあ、ちょっと高いなという印象を抱くんですけれども、選手の条件としては総合 OVR が84までの選手、そしてペースが最大89までの選手、そしてシュートが最大81までの選手、それでディフェンスが最大82の選手、そして体幹が最大82の選手で、ポジションが CM、 プレイスタイルの数が最大7つまでの、選手ということになってます。で、アップグレーはですね、レベル1でシュートがプラス3、ドリブルがプラス3、体幹がプラス3、そしてプレイスタイルの容赦なしがつくと、そして攻撃の意欲が高いに変わる。そしてレベル2ではですね、ペースがプラス3、パスがプラス3、プレイスタイルがブルーザーがつくということになっていて、レベル3ではですね、守備がプラス3、プレイスタイルが的確なパスがつく、そして守備の意欲が高いに変わるということになってます。じゃあそれではおすすめの選手を紹介していきたいなというふうに思います。こちらがセンチュリオンズボックスとボックス、まあ攻守両用ミッドフィルダーのおすすめ選手になります。まあ個人的にはこの5名で、ダン、そしてベナセル、そしてマルコス・ジョレンテ、マイリ、エバンデル、この5名になります。まあやっぱり OVR がね、84までということで、まあもともとある程度強い選手たちが強化をされるということになっていて、特にやっぱジョレンテはえぐいですね。まあかなりジョレンテは、もうめちゃくちゃ人気な強化カードになるんじゃないかなっていうふうには思います。で、ダンなんかも、結構自分的にはありで、この人も金選手の時は強かったですし、まあ女子選手がね、そこまでやっぱり相手に見ないんで、この人も必然的に見なくはなってしまうんですけど、ただやっぱりスミスとかをね、使う方はケミ合わせ非常に優秀ですし、まあ、ちょっとジョレンテと同様、サイドバックだったりとかにも、まあ置けるほどのね、スピードを持ってるので、結構ダンもジョレンテ、遜色なく、割といいんじゃないかなっていう風には思います。で、あとはまあマイリーなんかスキルね、5ですし、まあ結構こうスキル使う方にとっては、いいんじゃないかなっていう風には思いますね。まあ個人的にはこの5名ということになっていて、特にやっぱジョレンテ、ダンはおすすめにはなってくるかなっていう風には思います。そして海外の方がおすすめをしている選手も同時に見ていきたいと思います。こちらになります。まあジョレンテ、ダン、ベナセル、あとはチュアメニで、そしてデブリッツ、長里ですね。まあこの選手たちは海外の方がおすすめをしてるんですけど、特にやっぱジョレンテ、ダン入ってきますね。あとはベナセルも入ってきてます。で、チュアメニも、まあいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ女子選手はデブリッツだったり、あとは日本人としてね、長里が入っているっていうことも、まあいいんじゃないかと思います。ただ、まあ女子選手はまだね、やっぱちょっとケミの部分で、なかなか入れにくい選手にはなってきますし、15万コインかかるんで、やっぱその価値があるのは、特にジョレンテ、ダン、まあ当たりかな。ベナセルちなみにもまあいいんですけど、まあジョレンテ、ダンがちょっと抜きん出てるんで、まあこの2名のうちどちらかかな。まあ他もちろんね、その選手自分のスカットに合わせて入れれる選手がいればですね、それでいいと思うんですけど、ジョレンテ、ダン、正直この2強かなっていうふうには思うので、まあ悩んでる方はですね、まあこの中から選んでみてもいいんじゃないかなっていうふうには思います。特にジョレンテ、ダンはおすすめになってます。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。